その逆を批判してるんですよ、僕は。晩節を汚すという言葉がありますが、その対局じゃないですか。散りギまで美しいか、その逆か、議員がいて、その前に二十歳の若者がいて、だからこそ、全員に向かって私は皆さんを信じますと。こんにちは。今回は石丸市長の YouTube ライブの様子をお届けします。X で二十歳に向けたメッセージの裏側を語ります。ということで始まったライブ。ぜひ最後までご覧ください。二十歳の集い。 この話をしますどこから行こうかなあまず皆さんもうご視聴くださいましたか10分ばかしですけども今年1月7日に秋田方市であった20歳の集いで20歳の皆さんに伝えたメッセージですねで今回テーマは「鬼滅の刃」にしましたでもまず何であの話にしたかなんですけど うんまあ、前振りというか前段は大みそかのライブでもちょっと話したと思うんですけど昨年あの友達と話してる時に「君滅の刃」がいいよっていうそれが一応あったのあったんですただ本当は違う話をしようと思ってました大みそかのライブを終えた時まではっていうか違うネタを用意してたんですよ「私の集いように」 ただその後あったのがあの震災でその後の状況を見て、ね、まあ報道ではあまり出てこないんですけども自衛隊警察消防で自治体の職員もちろん避難してるその方々の様子を見るにつけ今伝えるべきは。 もうちょっと違う話があるんじゃないかなと考え直して「鬼滅」に至ってます。うん、で「鬼滅」を使って話したのは立場じゃないいですかか役割というか、うん、やっぱりそれが今そしてこれからは大事なんだろうなと改めて思ったのでテーマを変えたというのが実は背景としてあります。ああとはやっぱりあのね 海保の,の,、ね、の,の方は残念ながら犠牲者が出てしまってますけども JAL の方については乗客乗員ともに、ね、全員無事で脱出してるじゃないですかあれまさにそれぞれの立場でやるべきことをやった結果なんだろうなと本当に尊敬しました。うん なのでやっぱりそれにちょっと自分も感化されてあの話をしたというところです。どうかなあの話がうーんなんとなくコメントとか見てると喜んでいただけたのかなと思いますしどうでしょうか二十歳の皆さんに何かしら役割立場というものを意識するきっかけに。 なったかな、ななっったかればいいなと思ってますあと本当の裏話というかあの場のね状況を言うとあの会場に20歳だけじゃなくて他の人も来てるんですよ。まあ、保護者の方も入場できた場所ですし職員もいますしあと議員もいるんですよ。全員じゃないんですけど20歳のね人が座っててその後ろ側に議員もいて僕から見えるんです ああいるなって来てるなてだからああいう口調になってるんですよ僕は。で見たら分かると思うんですけど原稿読んんででないんですね唯一正確に読んだのはあの炭治郎とか煉獄さんのセリフだけです。あれ以外は全部自分の中で考えながら喋ってるんであの場のノリと勢いがだいぶ出てるんですけどだからあの場で自分の口調をついて出たのが煉獄さんを表して。 ちりぎわまで美しいという言葉だったんです。わかります、ね、その逆を批判してるんですよ、僕は。晩節を汚すという言葉がありますが、その対極じゃないですか。ち、ね、りぎわまで美しいか、その逆か、境目は何かといえば、ね、己の立場をしっかりと認識し、正しい振る舞いができてるかどうかですよね。 っていうのをあの場では何としても言わなければならんと思って、うん、自分の中で言葉を紡ぎました。であと最後の方であれほぼぴったり10分になってますよね。あれもちろん狙ってやってますよ。ただ厳密にこのスマホの時計ここのちっちゃく出る、ね、時計ってこの距離だとほぼ見えないので。 ほとんど勘ではあるんですけどだいいいた10分かなと思ってやっててやはいますあのほぼ無意識による意識で <laughs> なんかそれこそ鬼滅みたいになってますけど、うん、なんか集中するとあそこまで精度が上がるんだなって自分でもびっくりしましたが最後フフレーズ2フレーーズズ足してるんですよで本当は何だっけないつもああいう時に決めゼリフがあるんです僕の中で。 えっと、なんとかな人生を歩まれるよう願っていますっていう。これ、結構使えるから皆さんおすすめします。例えば、僕、人生で3、4回ぐらい結婚式のスピーチやってるんですけど、そこの決め台詞決まり文句にもしますと。その時には大体こう言いますね。これからもお二人が幸福な人生を歩まれるよう心から願い、お祝いの言葉とさせていただきます。みたいな。ね、似てますね、フレーズが。 ななんとかな人生を歩まれるよでそれは誇り高く人生を歩み続けられるよみたいなふうに言ったんですけどその後にやっぱり議員がいてその前に二十歳の若者がいてだからこそ、ね、全員に向かって私は皆さんを信じますと、まあ、これ煉獄さんのセリフにあるんですけどねちゃんと煉獄さんも言ってるんですよ。 鬼を打つんんだって言うんですけど、まあ、それをやっぱりもっぺん言っとこうと思ってで最後戦ってほしいという意味で検討を祈るという風に付け足してちょうど10分になるとあれがなかったらあと2 3 0秒短かったんでしょうね。はい、というのもあって,あの10分を閉じていますプレゼンの参考にはなるのかなと思うので是非何かの折にえまだ見てない方は見ていただければなと。 思いますそれではこの裏話を踏まえた上で二た歳の集いをショートバージョンでご覧ください川崎怜奈さんという方の名前を聞いたことありますか国際子ども平和賞というところで受賞されスピーチをされましたあその中で私の石丸真二の話も少し触れられたんですが当時彼女は17歳大人に向けてこう言いました 特に政治家に向けて言ったんですが、政治家である前に、かっこいい大人になってくださいと、17歳の女の子から大人に向けて、つまり皆さんに向けて発せられた言葉です。そのかっこいい大人、立場にあるべき行動をしている大人、実は、鬼滅に出てきます。これは映画にもなったんで、 また話というか名前ぐらいは覚えがあるかと思うんですが煉獄京次郎煉獄さん煉獄さん出てきて早々にいなくなってしまうんですが無限列車という、まあ、列車の中で戦う局面なんですねその流れで赤座という非常に強い鬼と上限の鬼と戦いますかなりの苦戦を強いられるんですが その際に炭治郎たち要は未熟な鬼殺隊若者をなんとか守り抜こうと縁柱としてこう言います「俺は俺の責務を全うするここにいる者は誰も死なせない」そして煉獄さんはその言葉の通り仲間を部下を誰一人 失うことなく戦い抜きますしかし残念ながら煉獄さん自身は赤座に討ち取られてしまいます残りのお命もわずかとなった局面で丹治たちにこう言います「自分の死は気にしなくていいと」となぜかといえば柱ならば誰であっても同じことをすると煉獄さんは 考えていたからです。立場というものをしっかりと理解し、その中で何を成すべきか分かっている人間というのは、このように散り際まで美しくあるんだろうなと。漫画の話であるんですが、実に深い視差が人間模様がそこに描いてあるように感じました。この 立場というものをこれから皆さんがいろんな局面で得ていきます自分で選んだ立場には大きな責任が伴いますその立場と責任時に苦しく時につらくあるかもしれませんがその中にこそ生きる喜びが存在します是非これからそれぞれが かっこいい大人になってください。どうか心を燃やし続けてください。皆さん全員が誇り高く人生を歩み続けるよう願っています。私は皆さんを信じます。健闘を祈ります。でもね、煉獄さんのあの言葉本当にかっこいいな。柱であれば 誰であってもそうすると若い身はつませないってねすごいですよね、うん、20歳ですよ煉獄京二郎そうこうしてるうちにあと10分になってますね僕は今日スパチャをちゃんと終えてるでしょうか <laughs> うん甚だ自信がありませんしんどい時は筋トレして頑張りますああいいですねそう運動すると ななんか気持ちが前向きになるらしいですね皆さん新年始まってなんか3日坊主でやめてることってないですからそもそも始めてなかったり何か始めるいいタイミングだと思うので、ね、是非やってみましょうでやる気って始めないと起きないらしいですよなんか聞くところによるとなので思い立ったが期日なんですよよしややろうと思っったらとりあえずててみてで やってるうちにだんだんんんだだやるるる気って出て出くででですすねで一人で続けるのは難しいんですだからみんなでやったらいいんですねあの高校の部活とかそうじゃないですかあれみんなでやる一番の利点ってやる気を自動的に起こさせるところだと勝手に思ってますなので一人でやるっていうのは大変なんですけどもだったら自分でそれをコントロールするテクニックをちょっと身につけて探してみてください。 鬼滅のアニメ全部見てしまいました。<laughs> ねいいでしょう、いいでしょう。<laughs> あの、無駄にならないですわ、鬼滅は。あなんかこのチャットもですし、コメント欄にね、80何歳ですっていうのを見かけたんですよ。うん、なんか、すごいいろんな年齢の方に楽しんでいただいてるんだなって思いました。はい、なので いろいろありますけども、今日も僕は元気です。<laughs> ということで <laughs>、新年一発目でもないですが、はい、2024年今もこんな調子で、ゆるっとライブ配信続けていきたいなと思います。今日なんと今、1万3800人近くの皆さんがご視聴してくださってます。本当にありがとうございます。22時を回りましたので 本日のライブ配信はこれにてお開きとさせていただきます明日からまた仕事や学校が始まりますねはい頑張っていきましょう今日はお疲れ様でしたそれではおやすみなさいありがとうございましたいかがだったでしょうか今後も秋田方氏に関わる動画をお届けします動画が良かったという人はグッドボタンチャンネル登録をお願いします